もちゃ県連レース朝乃山十両優勝おめでとう。はい、十両の朝乃山十両優勝を決めました。でですね、今日は、2023年大相撲初場所14日目なんですが、千秋楽を待たずして十両優勝を朝乃山が決めました。でね、今日の朝乃山の相手が千代の国で、朝乃山は今日1敗で千代の国とやっていて、優勝争いで2敗で追うのが金峰山で、その金峰山が幕内の剣翔との対戦でした。で、朝乃山が千代の国に勝ち、2敗で追ってる金峰山が剣翔に負けたので3敗に落ちて、朝乃山の、十両優勝が千秋楽を待たずして決まりましたね。で、今日の相撲内容、朝乃山対千代の国の相撲内容としては、まあ、ちょっと危ない場面もありましたが、まあ、勝って、とりあえず勝ってよかったのかなって感じです。で、千代の国っていうのは得意は当たってから突っ張る相撲で、まあ、下手でも上手でも中入られてももう捨て身でどんどん投げ打ってくるんで、ちょっと怖い相手ではありますね。この前の対馬だとちょっと似てます。タイプが対馬ならちょっと突っ張りますが、で、立ち合いとしては当たって朝乃山はいつも通り右四つでいって、そしたら千代の国は、まあ、当たって突こうとしたんですが、朝乃山の右下手が入った時点で千代の国がやばいと思って左から突き落としに行ったんですね。で、それはめちゃくちゃタイミングが良くて朝乃山がだいぶグラッと来たんですが、まあ、そこでなんとか踏ん張って体勢を立て直して、まあ、もう一回押して体をぶつけに行って、千代の国はそれに対して、ね、ぶつけに来られたのをもう一回突っ張ってたんですが、朝乃山が、まあ、圧力勝ちしてしっかり組み止められて、右四つ、しかもね、得意の右四つで組み止められて、どんどん出て、最後はね、まあ、右下手しっかり返せてはいたんですが、自分の左もね、こうやって刺されて、左は左でかいな返されて、右は右でお互い困難になってましたけど、まあ、ちょっと雑ではありましたが、まあね、千代の国は自分より小さいのっていうのもありましたし、雑ではありましたが、まあ、勝つことはできましたが、まあ、今回はね、もう勝ってよしとしましょう。とりあえず十両優勝決まったし。で、まあ、優勝決まって、僕、まあ、明日勝ったら14勝1敗で、ん、来場所の、番付はなんですが、幕内で今見てると多分4人落ちるの確定なんですよ。引退した沖ノ海と休場してる逸ノ城と、幕尻で 10敗ぐらいしてる千代丸と、栃ノ心ですね、休場も結構してる栃ノ心が多分4人は落ちるの確定で、5人目の水戸龍が、幕内16枚目ぐらいかな、で6勝8敗なんで、もう1敗ぐらいすると6勝9敗になって5人落ちると思うんですよね。5人落ちたら結構朝乃山上がるチャンスあるんじゃないかなってのは思ってます。っていうのも、まあまあ、十両の、上の方で勝ち越してる人が、まあ、少ないかったり大勝ちしてる人が少ないんですね。北青鵬とか、武将山というのはなんか上がると思いますが、そんなに大勝ちしてる人がいないんで、もしかしたら14勝1敗でもしかしたら上がるのかなっていうの、あとは協会がどうするかですけど、まあとりあえず今日は、まあ、雑ではありましたが、とりあえず優勝おめでとう。明日残り勝って兜の王を締めようってね、千秋楽も頑張ってもらいたいと思います。とりあえず優勝おめでとう、朝乃山。